はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。ちょっといろいろブレーキ液とか変えてるついでで、もうね、前買ってたね、この元デラックスのプラグ、もうプラグも変えちゃおうと思います。ブリストローム250はもうパラツインで、横はもう左右ね、もう簡単に変えれるんで、もうパッパと変えちゃおうと思いますね。はい、で車載工具のやつつけて、まあドライバー差し込んで、こうね、緩めていきます。はい、緩みました。まあまだ2000ちょっとじゃないわ、何キロや、何キロ走ってたんやったか、まだそんなに走ってないんでね、2800ね、しか走ってないんで、その時点でどうかっていうね、感じですけれども、もうちょっとねこれ使おうと思ってたんですけどね、まあ焼け色的にはこんな感じ、あんまり近づけるとピント合わないよねこれ。よ、 NGK のプラグがもともと入ってますね。 CRP7EAはい、でこれを、元デラックスのプラグに変えていきますね。はい、CRP7EDX-9S ね。はい、ちょっと一回切ります。はい、もう本当にね、作業性はとてもいいですね。もうこれで差し込んで、もうとりあえずね、ネジロック剤とかは塗らずに、そのまま奥は締めていってます。最後だけトルクレンチでね、ちょっと規定トルクまで締め込んで終了っていうね、感じになってます。はい、じゃあね、手でできるだけ回しといて、あと箱のところにね、トルクね、書いてるんで、これだと10から12とこうなってるんで、これ何ミリかな、17ミリのソケットね、ディープソケットつけて、11で締め付けていきますね。よ、よいしょ。本当は増し締めはしない方がいいんですけど、まあ、ちょっとね、11だったんで、もうちょっと強めにはしましたけど、もうこれで終わり。非常に簡単ですよね。よいしょ、よいしょね。はい、じゃあ反対側も同じようにやっていきます。はい、右側ね、こっちもよいしょ、抜いて、もういいか、トルクレンチで抜いちゃおう。よいしょ。ほんとね、横からなんかこのブイストはすごくね、あれですよね、作業性が良くてとてもいいですよね。よいしょ、焼け色はこんな感じ、で、こいつに差し替えていきます。このね、これ Amazon で買ったんですけど、今回ね、この箱からね、本体が飛び出てたんですよ。まあとりあえず問題なさそうだったので返品とかはしませんでしたけどね。 Amazon はちょっとね、そういうところがね、なんか雑ですよね。すごい梱包過剰な時もあれば、なんかオイルとかも結構ね、爆発して漏れてたりっていうのはね、コメント欄見たら書いてたりするんでね、ちょっとどうかと思いますけど。じゃあこっちも11で締め付けていきます。よいしょ、はい、 OK です。よいしょ、よっ、はい
じゃあちょっとあとはね、走った感想をちょっと、走ってみてどんな感じか、まあこれだけどんだけ変わるかって言ったらそんな変わらないと思うんですけど、はい、まあちょっと走ってみたいと思います。